ラチェンス。今日なんですけどもね、ユニクロに来ておりますよ。ユニクロに超久しぶりでございます。なぜ来たか。5月27日かな。5月27日に、ユニクロとですね、ガーメンズのコラボですね。ポロシャツ何方か、リリースされたということで、ちょうど今日ね、私、お休みでしたので、実物をね、ちょ、見て、感想を述べたいと思います。前もやったんですな。前も一回ね、ユニクロ U だったかな。U の日、立ち上がり高の日に、ちょうど休みだったから、ここに潜入したっていうのと、まあ、形式は同じでですね。まあ、店内に、カメラを持ち込んで、こう、動画を回すことは、ちょっとできないと思うんで、店内に入ったら音声のみになります。音声で私が、こうね、声のみの出演という形で、やっていきたいかなというふうに思います。どうせね、まあ、いろんなね、ファッション系 YouTuber が、どうせこのネタに食いつくでしょうから、で、どうせで、まあ、なんか、適当にいいですね、しか言わないと思いますから、まあ、私がね、元ユニクロ社員ですからね、まあ、その辺もしっかり、バックグラウンド、バックボーンあるからね、俺にはね、まあ、そこも含めてね、古巣に潜入捜査を、して、みたいかなと思います。で、まあ、実際見てね、よかったら、本当に、お、これはいいわと、これ欲しいわとなったら買いますわ。買います。まあ、そうじゃなかったら、まあ、ただ物を見て帰ってきてしまうっていう形になりますが、まあ、それは見てのお楽しみという、形ですから。まあ、ちょっと早速ね、見ていきたいかな、というふうに思います。はい、潜入捜査員だよ、これ。しっかりもうこうサングラスをしていきますわ。G メンっぽいでしょ。はい。ユニクロに追われてね、逃走中なんてならないように気をつけます。はい、さあ店内入りましてね。どこだ？どこにあるかと。普通のポロはカノコポロは見つかりま、あったぞ。早速ありますね。ほう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 、なるほどね。あ、こっちにもある。普通に良くねえかこれ。あ、結構いいっすね。ここにあるのはオーバーサイズポロシャツっていうのと、ドライカノコカラーブロックポロシャツってのと、ドライカノコボーダーポロシャツですね。この3型かな。すみません、この上田店はの展開がね、どの程度なのかちょっとよくわかんないんで、あれですけど、3型入ってますね。もうなんなら SKU が、あ、でもまだ揃ってるか。サイズかけてるのもあるね。 S サイズないわなこれ。よくね、普通に良くねえかこれ。うん、なんか画像であ、すいません、なんか画像でね、見てた分でも、なんか結構良さげやんと思ってたけど、実物もいいですねこれね。これ僕的にはドライカノコカラーブロックポロ、これいいんじゃないですか。これいいね。この片っぽの袖と後ろの身頃がバイカラーになってて、切り替えになってるポロシャツ、いいじゃん。しかもこれ何、1990円か。安いな。いいっすね。舐めてましたわ。
普通に。あとボーダーの方もいいね、この何種類かの太さの違う、太さの異なるボーダーのこのちょっと切り替え、まあ、クレイジーパターンというかね。あでもこっちちょっと高いんだ、2990円。へってなったらやっぱこのドライカノコカラーブロックポロが一番いいかもね。これ1990円でね、えいいんじゃない。このオーバーサイズポロってのはなんかちょっとあれだね、なんか微妙かな。ちょっと生地感が違いますね、これカノコじゃないんで。生地感がちょっとあのなんだろうな、ヘビーウェイトの T シャツみたいな、うん、そういう感覚で。ちょっと T シャツチックですね。でオープンカラーっぽいね。でこれ上の方にステッチが入ってるんだ。オーバーサイズはどうだろうな。オーバーサイズよりも僕はカラーブロックから、カラーブロックおすすめじゃないですか。ボーダーもいいけどね。なんかねいいと思います。ただちょっとねデザインが特徴的じゃないですか、言っても。まあそんなにパンチ効いてるかと言われたらそうでもないんですけど、だからあれかもね、ちょっとかぶり、が懸念されるかもなとは思いますね。もしかしたら結構分かりやすいんで。でも物自体は非常にプロダクトとしては非常に素晴らしいですね。あこれはいいですわ。なんか JW とかのコラボより全然いい感じがします。すごいユニクロにフィットしてる感じがしますね。これは素直にいいと思います。なんかね、いいんじゃないですか。かぶり問題だけクリアできればいいのではないかなと思います。まあついでですから、ちょっとなんか店内見てみますからね。久しぶりに来たんで。なるほどね。感動パンツね。感動パンツは僕がいた時はね名前が違ったんですよね。ドライストレッチパンツという名前だったんですよね。リブランディングしましたね。あ相変わらずユニクロ U クルーネック T シャツすごいっすね、これ展開が。スーピマ懐かしいな。いいじゃん、いいじゃんというのは僕今見てるのはユニクロ U のウィメンズですけど、オーバーサイズスクエアティいい感じですね。いやまあ僕は買うことはないですけど、特に。でも普通にうわなんだこのマネキンダッセーなダッサ。これ写真撮って見せたいけどね。これ指示出てんのこんな。すみません、これ僕の感想ですけど、なんか B ボーイみたいなやついたんだけどB ボーイみたいなマネキン一体だけ歩いてなんか超違和感っていうなんで一体だけ B ボーイいんのみたいな。なんかさ、チラシは僕チラチラ見てたんですよ。まああのうちにも入ってくるしね、ユニクロのチラシが。見てるとなんかあんま変わり映えしねえなって毎年思ってたんですよ。なんか売ってるもんそんな変わんねえじゃんみたいな。でもなんかなんだろうな、もう正直その新商品のバリエーションっていうのを増やすのは多分難しいから、一個一個をこうねアップデートさせていくっていう考え方なのかもしれないですね。ツラは結構いいものはありますね、やっぱユニクロ U とか特に。あとアレキサンダーワンエアリズムも、これこんな生地でコットンナイクっすね、これね。コットンっぽいけど
麺も入ってんだ。麺 71%、麺 70% も入ってんだな。このちょっとツルツルした生地感ね。へー、これってあれだな、どっちかっていうと下着インナーっていうよりはこれ1枚できるけど機能性があるみたいな、そういうノリなのかな。これインナーっていうよりね、何かの下に着るよっていうよりは1枚で着るけど機能性ありますよ、コットンライクで。へー、なるほどなるほど。でもアレキサンダーマンも売れてんかな、これ。コラボよく知りませんけどね。あ、エアリズムの季節ですわね。前来た時ヒートテックの方が多かったですけど。おいおい、この B ボーイをどうにかしてやれ。これレギュラーフィットジーンズ君が腰パンしてっからね。マネキンで腰パンとかありなの、ありっすかこれ。腰パン刺すなよ。腰パンにしかもニット帽って、おい、バイヘンのニット帽かぶらすな。こんなもん季節感まるでないやないかよ。あっこだけ浮いとるぞ。なんで腰パン刺すとんや、あれ。もうちょっとね、なかったのかなと。じゃあ、出ました。はい、ということで行ってまいりました。結論から言うとですね、まあ何も買っておりません。何も買っておりませんが、まあ、あの店内でもねちょっとベラベラ喋ってた通り、ガーメンツのコラボポロシャツ3型ありまして、非常に良かったと思います。僕はものとしては、うん、いいよね、いいと思う。合ってるね。ユニクロとなんかこう合ってフィットしてる感じがして。うん。なんかその既存のユニクロのインラインというか、ラインのものともね、合わせてもなんかね、雰囲気合うと思うし。まあなんならユニクロ U とかとも合うと思うし。うん。まあ一枚で着ても、それなりの程よいデザイン性。うん。パンチが効いてて、着やすいし。で、価格もね、199と299。うん。まあ素晴らしいかなと。いうふうに思いましたね。まあいいんじゃないですかね。いいと思いました。やっぱ画像で見て、あ、いいかなと思ったんですけど、実物もね、まあやっぱ良くて、普通にプロダクトとしては素晴らしいかなと思います。ただまあさっきも言いましたけど、被り問題ですね。あれ着てたらまあ一発でわかるんで、そこだよね。そこがちょっとなんか難しいとこかもしれない。だから、うん、変な話、今年買って1年間寝かしといて来年着るとかね。なんかそういうみんなが忘れた頃に着るとかっていうのもありかもしれないなとかって思ったりしたけどね。めんどくさいけど。そこだなと思います。ただ物自体は非常にいいかなと思いました。で、ユニクロもね、全体的になんか久しぶりに行きましたけどね、ここのお店も。うん。まあ、商品力はやっぱ素晴らしいな。そこはやっぱ、プロダクトはすごい、いいものは多いかな、と思います。うん。ただ一体だけな。すいません、さっきも言いましたけども。なんだあのマネキンはという。なんだあれはっていう。B ボーイが一人いました。B ボーイが一体いましたね。まああれはちょっと、僕の予想するにも、とりあえず間に合わせで作ったみたいな感じなんじゃないかな。多分そうだと思うな。あれはまあ季節感もないし、バイヘンのニットキャップとか被らせてたから、いや、それちょっと、バイヘンってのはあれね、セールね。セールのあの、うん、やつ。まあでも、それくらいかなと。なんでまあ僕は、いいと思いました。はい。客観的に考えて、僕は買いませんけどね、買わないけどね、うん、買わないけど物は良かったんじゃないかなというふうに思いましたんで、まあもし検討されてる方いたらね、まあ言うて2,3000なんで、まあね、そんな、2,3000なんでまあいいんじゃないですか。とか、なんか、お父さんにプレゼントするとかいいかなと思います、僕は。うん。ちょっとお父さん、
お父さんね、夏場のお父さんなんかだらしねえ変な T シャツ、よれたような T シャツ着させとくなら、なんかちょっとあれでも1枚2枚買ってどうぞってこうプレゼントしたら、まあ時期父の日ですけど しね、うん、なんかいいんじゃない、うん、なんかそんな感じがしました。ではまた。